どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回はですね、大の大冒険の第72話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは一つ目ですね。最高の合わせ技というところで、大がですね、 ハドラーを倒すためにギガブレイクとアバンストラッシュを合わせた、まあ、ギガストラッシュですね。まあ、このギガストラッシュを繰り出していたわけなんですが、まあ、ハドラーの言うようにですね、まあ、最強の技だなっていうふうに感じたところではありましたね。また大の剣の鞘がですね、呪文の威力を最高位にまで高めてくれるっていうことをですね、 話していたわけなんですがそれをねダから聞いた時点でまあ、ギガブレイクで来るだろうっていう風うなことをハドラーが呼んでいたりするっていうところもですねなかなかすごいなっていう風うに思ったところではありますねそれとバランの力とアバ,ンのアバン先生の技を合わせたのでは勝てないっていう風うなこともですね こう負けたのにですね、まあ、本当に清々しい感じがあるっていうところで、まあ、ハドラーもこう無人らしくなったよなっていうふうに改めてね感じるようなところでした、まあ、にしてもねこう大が雷イ,インをまギガデインにしている間ですね、まあ、剣の中で呪文の威力を高めている間、まあ、こう妨害するっていうこともせずね ハドラーが自分の力を高めるっていうことに専念しているのも本当に見ていてかっこいいなっていうふうに思ったところではありますねそういうところでまず一つ目の感想である最高の合わせ技というところ終わっておきますでですね次二つ目の感想に入っていくんですがキルトラップ というところでダイとハドラーがですね戦いを終えて握手をしているっていう時にですねキルバーンが、まあ、仕掛けたキルトラップをですね作動,させ、まあ、作動させていたわけなんですが、まあ、血統をですね、まあ、容赦なく怪我してくるっていうところがですねなんともムカッとするようなところではありましたねあとはいえ キルトラップの一つであるダイヤのナインですね。まあ、これでダイとハドラーが危ないっていう時にですね。まあ、密かにポップがですね、内側に入って助けに入っていたんだっていうところはナイスっていう風な感じでしたね。そう。あのままポップが来なければさすがにやばかったわけですからね。まあ、それを思うとなかなかポップもうまいこと立ち回ったなっていう風な感じでした。 また、この時のポップがですね、ハドラーと親衛機団は信用できても、魔王軍は信用、まあ、信じられないっていうことを言っていたわけなんですが、まあ、そういうところでね、こうポップの中でのハドラーと親衛機団に対しての評価っていうものがすごく高いんだっていうところが伝わってきて、まあ、すごく印象に残っているところではありますね。まあ、それと、 ポップがですね、魔界の炎を抑えるのに、ヒャダルクを使っていたわけなんですが、これが、ヒャドとかね、そういうところであれば、状況をね、打開することができたのかな、っていうふうなことを思ったりしました。そういうところで、二つ目の感想である、キルトラップというところ、終わっておきます。でですね、 三つ目の感想に入っていくんですが、消えない炎というところで、キルバーンの仕掛けたキルトラップの、まあ、こう、魔界の炎がですね、まあ、ヒュンケルのグランドクルスでも吹き飛ばすことができなかったっていうところはですね、さすがに絶望しかない感じでした。また、キルバーンがですね、まあ、こう、作動させただけで何もせずに立ち去ったっていうところはですね、 まあヒュンケルとレオナとマームではまあ炎をですね、外から破ることはできないっていう風に判断したからっていうところもこうあったりするんだっていうところでまあそういうところが分かってくるとまあこう何もせずに立ち去ったっていうところが納得のいくところではありましたねまあそれとマームからねまあどうして冷静でいられるのか っていう風なことを聞かれたレオナがですね、まあ、こう握っている拳からね、まあ、血を流しているっていうところがですね、なんていうか、レオナの心情っていうところの全てを表しているような感じで、まあ、見ている側としてもね、まあ、すごく辛かったところではありましたね。まあ、とはいえ、レオナたちがですね、グランドクルスを弾かれたっていうことから、 魔法力でしか破ることができないんじゃないかっていうことに気づいたのはですね、まあ、かなり大きいんじゃないかなっていうふうに思ったところではありますね、まあ、とはいえそうなってくるとどうやって魔法力で、まあ、こう魔界の炎を破るのかっていうところになってくるわけなんですが、まあ、これも難しいなっていうふうな感じでしたねそういうところで3つ目の感想である 消えない炎というところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回で大とハドラーの決闘がですね、大、まあの勝利っていうことで決着していたわけなんですが、まあ、決闘の最後の最後でですね、まあ、キルバーンの邪魔が入ったっていうところは、イラッとするところではありましたね。 それでも、ポップがですね、ダイヤのナインの内側にいるっていうことで、何か打開策が生まれそうな感じではあったりするんで、ポップとダイがですね、どうやってあの場を切り抜けるのか気になるところではありますね。また、マームがですね、ラストでダイヤのナインを素手で外側から殴ったりしていたわけなんですが、本当にどうすることもできないんだっていうところが、 ショッキングな感じでした。まあ、とりあえず次回の話では大たちがどうやってダイヤのナインから脱出するのかっていうところが今から楽しみなところではありますね。まあ、そういうところで今回の大の大冒険の第72話の感想ですね。こちら終わっておきます。でですね、今までにも第1話から 第71話の感想はですねそれぞれ過去の放送で語ってますんでよかったら過去の放送もですね合わせて聞いてみてくださいという話で話と今日はですね他にも3本更新しているんですが週末のハーレムの第9話の感想と徐々の奇妙な冒険ストーンオーシャンの9話の感想そしてですね 現実主義勇者の王国再建記の22話の感想ですね。この3本更新してますんでよかったらこっちの3本も合わせて聞いてみてくださいという話と明日はですね東京24区の8話の感想とありふれた職業で世界最強の2期の8話の感想そしてですねそのビスクドールは恋をするの9話の感想ですね。 この3本更新しますんで、よかったら明日もラジオの方聞きに来てくださいというところで、本日4本目のラジオの方終わっておきます。以上、沼さんでした。それじゃあまたね。バイバイ。